清川二丁目の土屋街三屋とは、東京都台東区北東部にあった地名。現在の清川、日本包み、東浅草付近を指した。安宿が多かったことから労働者が集まり、寄生場と周辺の土屋街の通称として使われるようになった。一時期遊郭が置かれたことから、吉原遊郭を指す場合もあった。交通の便が良く、格安ホテルがあることから、2000年代以降は、 バックパッカーを含む法日外国人の宿泊地としても人気を集めている。口述の通り、荒川区にも関係するもので、本項目は山野というが、東京都には他にも山野という旧地名が多くある。それらについては山野を参照。涙橋交差点、玉木公園、玉木公園の公衆便所山野日雇い。 労働組合の看板欧州街道、日光街道に沿った地域であり、江戸時代から木賃宿が集まる場所であった。現在も簡易宿泊所の施設が多く、日雇い労働者が集まっていた地域である。1966年以前は行政上の正式な地名として、台東区浅草山野一の四丁目が存在したが、住居表示の実施により、山野という地名はなくなった。 かつての浅草3や1の4丁目は、現在の清川、日本包みの一部、及び東浅草2丁目に該当する。寄せ場土屋街の通称として使われる場合はより範囲が広く、東京都や公益財団法人情報労働、福祉センターでは前日の清川、日本包みの全域と、東浅草2丁目に加え、橋場2丁目、荒川区南千住1から3.57丁目までを、 山野地域と呼称している。涙橋はかつて江戸の境界で近くに小遣っぱら形状や遊女の投げ込み寺があった。また山野地域西南部の近隣にはソープランド街である吉原がある。この町の簡易宿泊施設のほとんどは素泊まり専門である。内部の設備の差もあり、8人部屋などの多人数でのドミトリーを提供しているところもある。 また、この町の簡易宿泊施設はのき先に、全室カラーテレビ完備、全室冷暖房完備といううい文句を掲げる店が多い。細かい形式は異なっていても、新しい簡易宿泊施設以外は必ずと言って良いほど、この二つが提示されている。2002年の FIFA ワールドカップ日韓大会の頃から、外国人旅行者が、山野地区の宿泊施設を利用するケースが見られるように、 なった。その後も料金が安いことや治安が良いこと、最寄り駅である地下鉄南千住駅からは、日比谷線一本で、上野、秋葉原、銀座、六本木といった観光スポットと行き来できることから、さらに外国人利用者が増加した。それに伴い施設側の外国人への対応も進んだことから、外国人向けの安宿のある町として定着し、 往年のイメージから変貌している。一方で、土屋街としての日常光景に戸惑う外国人も多い。このため山屋について理解してもらったり、生活が苦しい元日屋とい労働者へ、コーヒー代の寄付を募ったりするカフェが2018年3月末に開設された。もともとは、日光街道の江戸方面の最初の宿場であった。明治初期から政府の意向で、 市街地の外れの街道入り口に木賃や土が形成され、吉原遊郭の客を送迎する人力車のシャフトを戦前よりすでに多くの貧困層や労働者が居住していた。太平洋戦争戦後、東京都によって被災者のための仮の宿泊施設が用意され、これらが本建築の簡易宿泊施設へと変わっていった。東京大空襲などで破壊された東京の復興を経て、 高度経済成長期が到来すると労働需要が高まり、日本有数の寄せ場として発展した。1960年代以降、この地域に新設された山野地区交番の警察官との間で数千人規模の暴動が複数回発生した。騒動の直接の原因については様々な理由が挙げられているが、犯罪者や過激派などの先導を指摘する説もある。 1969年、フォーク歌手の岡林の V アスが日雇い労働者の悲哀を歌ったサイヤブルースを発表した。1984年と1986年には、この地区で暗躍する暴力団と労働者の闘争を描いたドキュメンタリー映画サイヤからやられたら、やり返せを制作した映画監督2名が暴力団の組員によって相次いで暗殺される事件が起こった。 1996年に東京都と東京23区は互いの領海の下路上生活者に各区が生活保護を行い、軸内で住居が決まるまで三夜に預ける規則を作った。一時的に預けるという措置だったが、保証人などの問題もあり、その後も各区が再度引き取ってアパートなどを探すことはあまりなく、三夜に連れて行かれた後そのまま放っておかれるなど、長期にわたって、 住所不定のままになっている人が少なくない。東京オリンピック前年の1963年には222件の簡易宿泊所に約1万5000人が寝泊まりしていた。2018年時点、山夜に暮らす元日屋とい労働者らは約4200人で、うち9割が生活保護を受給している。こうした住人の減少、変化に伴い、簡易宿泊施設には、 従来の労働者に代わって、各国から日本に旅行にやってくる外国人たちによる格安ホテルとしての利用が増加している。外国人宿泊者数は年10万人との推計もある。英語表記の案内を施設内に充実させるなど、簡易宿泊施設の経営者にも外国人利用者の利用を促進したいという動きが見られるほか、真新しい新築の簡易宿泊施設も次々と、 登場している。さらに近年では都内に旅行やイベントに来る日本国内の若者が簡易宿泊施設を利用するケースも見られるようになっている。古い建造物等を撮影するアマチュアカメラマンでも賑わっている。涙橋は漫画、明日の城の舞台の一つでもある。2011年の映画公開に前後して地元の色は商店街がち起こし、 いわゆる聖地巡礼ビジネスに乗り出している。ありがとうございます。